トムトムコンサートタムトムトムは、スナッピーのない中型のドラム。幕名楽器に分類される。ジャズ、フュージョン、ロック等のドラム奏者の間では、タムタムあるいは単に、タムと呼ばれる。クラシックの打楽器奏者は、ドラのタムタムと区別する目的で、トムトムと呼ぶが、英語での発音は、タムタムが近い。トムトムという英語は、 子供用の太鼓を意味するが、名称は、新原語由来である。この楽器はアジアもしくはネイティブアメリカンに由来すると、される。この楽器は古くは、通信手段として使われていた。円筒形の銅に、上面と仮面、もしくは上面のみに、ヘッドと呼ばれる膜が貼られている。上面にのみヘッドが貼られているタムタムは両面に、ヘッドが貼られているものと区別して、 メロディックタムとも呼ばれている。スネアドラムの胴を深くしたような形をしているが、響き線が張られていない点が異なる。スネアドラムのスナッピーをオフにすれば、トムトムと同じ音を出すこともできる。ドラムセットでは、欠かせない楽器であるといえ、大きさの異なるトムトムが2から4個用いられることが多い。楽器はスタンドに固定したり、バスドラムの上部にセットする。 楽器下部に付属する足により床に置くものはフロアタムと呼ばれることがある。オーケストラや吹奏楽等の編成で用いられる場合はコンサートタムと呼ばれることが多い。異なる大きさの4から8個程度のタムタムのすべてをスタンドに固定し演奏するスタイルは通例、立奏である。ありがとうございます。